はい、どうも、りです。本日もスプラトゥーン3で遊んでいきたいと思うんですけども、ちょっとね、みんな、待ってたものが来ました。スプラトゥーン3初めてのフェス、前夜祭のぶった初めてのフェスが開催されることが決定しました。おめでとうございます。ちなみに、お題は、無人島に持っていくなら、道具、食料、ひつまぶし、暇つぶし、暇つぶし、っていう、なんか、三つから選べっていうね、トリプルバトルがね、始まるということで、期間がですね、9月24日の土曜日の午前の9時から、9月26日月曜日の午前の9時まで、まあ、要は48時間、かな、開催されるみたいなので、頑張って、フェスを楽しみましょう。ちなみに僕はまだ、どのグループに属すかは決めてないんですけども、皆さんはもう決まったでしょうか？ちょっと、一番最初の初めてのフェスなので、いろいろ考えてから、まあ、決断しようかなって思います。まあ、とりあえずフェスがやるということで、素晴らしい。待ってました。ちなみに9月25日は俺外出かける日なので、急いで帰ってきたいと思います。シャーマッチングしました。ゴンズイチク、よろしくお願いしまーす。ということで、本日はですね、スプラトゥーン3のフェスがやってくるみたいなので、全く関係ないけど、デュアルスイーパー持って、戦っていきたいと思います。みんな3出てから前夜祭やったことあると思うんだけど、フェスは初めてだよね。グーチョキパーは、きっとやったことあると思うんですけど、まあ、間に合わなかった人はね、これから楽しんでいただければいいなんて。僕は任天堂の社員でもないのに変なことを言っております。本当に思ったことを言う。やっぱスプラ3はね、神ゲーです。あ、思ったこと。思ったこと。だからこれ相手ハイドラントいるから、前出たいけど出れないんだ。上に抑えられてちゃ嫌なんだよね。やだ。え、待って、ローラー来てる。バックス、曲者が。ダイナモか？あ、ローラーか。で、なんか、ローラーとかダイナモの曲者がさ、あそこ強いよな。もうなんか、下に行ったらローラー、上に行ったら、ハイドラーって言ってなんか怖い。あ、ナイス！なんか、風呂もいるぞ。風呂はね、あんま前出てこない。あ、来た。え、なに？あー、ハイドラか。ハイドラ射程長いな。あそこハイドラいるから、ちょっと前出づらい&、ローラーちゃんたちのせいで、下が怖いっていう。なんだ相手のこの陣形は。てか味方強えな。陣形崩してる。ナイスナイスナイス。はい、なんか消える。早っ！エナドリかあれ。早っ。早いね。やりたい。当たってほしいが、降りてまーす。ナイス。おい、ダイナモここいる。当たって、当たった、当たった。頑張れ。ね、ナイスでナイスで、まあ、いいんじゃない？ポップ。ポップ、ソナ。危ない！もう、スプラ3が、何の武器使うか、いろんな武器使ってね、やっていこうかなと思ってる。あ、待って、やばい。射程長すぎ。ここ押さえときたいね、立てないように。来るな。ボム投げとけば、大丈夫。来るな。なんか右側いる。ああ、降りてる。やばい、危ない。ちょっと。これやれか。OK。降りちゃったのが、もったいない。ああ、危ない。ちょっと降りたのもったいないけど。ナイスナイス、味方ナイス。降りてるか？上か？ちょ、ポップソナー投げといて。これもうちょっと奥飛べばいいんだけどな。これな。おぶねえ、おぶねえ。下は、ローラーが怖いから。いる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 。風呂風呂。ああ、でも風呂倒せんこれ。風呂。いいとこいますね。いや、勝ったんじゃないですか？ありがとうございました。仲間グイグイってくれた。全部銀なんだけどね。全部銀。味方が強かったってことやな。全部銀ってことは。ありがとうございました。
はい、間違えました。マテガイ放水路よろしくお願いします。よし。そういえばフェスみんなどっちに、どっちでもないか、3つか。俺、前回グーチョキパーの時、チョキにして万太郎がさ、鳥からバトルをさ、マンタ陣営でやったんだけどさ。あー、当たんない。待って待って、当たんない。ちょこちょこ当てる。あ、オッケー、やっとの子さ。はい。俺のポップシャワー行け。やばい。怖すぎ。俺のポップシャワー。ホッピングシャワーみたいな名前。わあ！ウルトラショット！ウルトラショット！危険だな、ウルトラショットは。来ないこと思う、祈ろう。あ、そっちやられたのか？なんか上がってる。後ろは？あ、つけてる。あ、なんか上がってる。ごめん、それ、あと一発。逃がしたくない。オッケー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 。で、ポップソーナー。ホッピングシャワー。サーティワン。みんなサーティワン食いました？サーティワンアイスクリーム。スプラスリーコラボ。あ、2発で倒した。ラッキー。いやあ！ちょっと敵がたくさん。これ塗っとこう。これだよ。あ、降りてきた。あはは、オッケー。ああ、いっぱい来た！なに、いっぱい来た、こっち。助けて、もう死んだけど。ポッピングシャワーうまいよな、サティワンの。ポップソナーを見ると、ポッピングサワーって、必ず頭の中出てくる。あー、サメちゃん！ナイスキル。削ってるんだけど。あ、ちょっと登ら、なんか後ろ来た！いっぱい来た。なんかいっぱい来るよ、ここ。いっぱい来ますよ。みんな頑張れ。やばい、結構ジグ入ってきてる。結構荒らされてる。やばすぎ。そう、なんか来てるぞ。これ俺が倒してあげたい。ナイス、雨とコンビネーションが。マジでナイス。いや、マジでナイス。オッケー。マイコ。ポッピングシャワー。うわぁ。そっち？あ、ラッキー。もう一人いますね。ポッピングシャワーがあれば。あ、あれ？なんか3発でしなかった。別の人かな？やられちゃった。別の人かな？あー、ナイスビップ！あー、ナイス、マジでナイス。ほんじゃえー。今、スプラトゥーンの色っぽい。スプラ3っぽい色している。黄色なだけだけど。待って、俺も追われてる。来ないで。来ないで。よし、寝れば勝てる。よーし、いいんじゃない、いいんじゃないですか、今日。リアルスイーパー、スプラ3では、まあ、あんま使ってないから。でもなんか2と一緒だな。ありがとうございました。大体2と一緒。イカロールが全然でもね、使わなくなっちゃうわ。鮭の時は結構使うんだけどね、イカロール。うい、マッチングしました。ゴンズイ地区よろしくお願いします。次、そういえばね、鳥からバトルがですね、頻度が減る？なんか、鳥からバトルって結構出てきたじゃん。てかもう、3回に1回、いや、3回に2回、いや、10回に8回ぐらいは、鳥からバトルだった気がするんだよ。もうほとんど鳥からやってたんですけど、今回鳥からの量が減ったみたい。残念ですね。鳥からバトル好きな人は残念なんですけど、なんか調整来たみたいですよ。まあ、多分俺の予想はうまい。俺の予想では、スプラトゥーン 3？ スプラトゥーン3、あ、危ない。3やる前に鳥からバトルいっぱい遊んでもらいたくて、あの量にしといたとか。あー、なんか投げてる。あはは、ナイス。いいぞ、上にいるぞ。いいねー、いいね、鳥からバトルなんていらないよ。こっちか、ラッキー。裏取り。まさか後ろから来るとは思ってなかっただろうな、相手も。そこいるね。危ない。あんまり無理はしたくない。無理。わお！ダブルキル。はい。
やめろい。で、後ろから行くと。オッケーオッケーオッケー。なんかじゃあじゃあ狙ってきてたわ。あー、今度こっち来そう。あれはね、ボルトだから突っ込んでくるよ。突っ込んできたよ。ラッキーラッキー。ボルトじゃなかったね。はい。おーっと、なんだ。じゃじゃか。あれか、シャープマーカーか。やばい、3人やられてる。頑張れ、みんな。一言だ、頑張れ。みんな、フェス控えてるから。負けちゃダメだよ。頑張れバトルも大事だよ。怖いね、水さん。いや、怖い。いや、超怖い。いや、それ痛いよ、その武器。あ、登れない。タイミング悪すぎ。今、どういうタイミングで来たんや。何もできないぞ、終わるよ。いやー、なんか来てる。止めよう、これ。これ止めてあげたい。こっちからあれだな、最初。オッケー。この子もやれそう。押し込め。オッケー。なんかバー、中入ってる、バリア中入ってる。うわー、これ、ボム。いや、やりきれないか、マジか。いいや。ポッピングシャワーで。ポッピングシャワーに引っかかれば。くそ、前出れん。いや、でもこのままピンチ押さえてれば、勝ってるぞ。ここまで来たら勝ちだろ。はい、来るなぁ。やったやった、調子いい。やっぱ縄張りバトル楽しい。もうフェスが楽しみで仕方がねえ。ありがとうございました。なんか、スプラ3になってからすげえテンションが高くなってる気がする、俺。楽しい。なんか、一戦一戦をね、大事にできますね。ありがとうございました。